like much, Richard, but it's a highly reactive metal. It's sealed in this glass. Tons of rubidium will only react when our specially designed vial dissolves in the water, which gives John a few crucial seconds to get into our safety zone. そんなわけで今回は原子番号37のルビジウムの化学小話をしようと思うよ。ルビジウムはアルカリ金属元素の一つで、1861年にロベルト、ブンゼント、グスタフ、キルヒホフにより発見されたよ。ブンゼント・キルヒホフらは自らが確立した分光器を用いた分光分析により、ジュルクハイムという都市の光線錐がこれまでに知られていない気線を発する、未知の元素を含むことを見出し、研究を始めたよ。これらはセシウムとルビジウムだったんだけど、初期の研究では文前らはこれらの未知元素の資料を得るために、約40トンの光線錐を濃縮したりしていたよ。目的がはっきりしている時の研究者の本気は恐ろしい。ただ、実際にルビジウムが単理されたのは光線錐からではなく、リチアウンモという鉱物からだったよ。リチアウンモは 0.24% とごく少量のルビジウムを含んでいて、光線錐よりは豊富にルビジウムを含んでいたよ。リチアウンモは他にもリチウムを主とするアルカリ金属を豊富に含んでおり、文前らはまずリチアウンモからアルカリ分を全て抽出して、それにヘキサクロリド白金酸を加えたよ。ヘキサクロリド白金酸はアルカリ分のうちカリウムとルビジウムと不溶性の塩を作り、沈殿したんだけど、その沈殿を温水で複数回洗浄すると溶解度のより高いカリウム塩が、覗かれていき、微量のルビジウム塩が残ったよ。文前らはその残留物を分光学的に分析して、それまでの元素では見られなかった2本の赤色の線を示す新元素を得たよ。それがルビジウムだったよ。ちなみにこのサンプルを得るのに文前らが用いたリチアウンモの量は、150kg、得られたルビジウムを含む沈殿が 0.51g だったらしいよ。やっていることが実験というか、もうちょっとした工場だよね。ちなみにルビジウムという名前は、分光器で見られた2本の赤色のスペクトルに、ちなんだ名前らしいよ。ラテン語に最も深い赤を意味するラビダスという言葉があり、そこからルビジウムと名付けられたよ。なお余談だけど、ルビジウムは名前的にはルビーと似ているけど、ルビーの方はラテン語で赤を意味するルベウス、ラベアスが由来であり、語源的には似たもの同士だよ。でも、ルビーにルビジウムが含まれているかというとそんなことはなく、科学的には両者は無関係だよ。共通点は赤色であること、ラテン語由来ということかな。文前は後に純度の高い金属ルビジウムの単理にも成功しているよ。ルビジウムの非赤酸塩と木炭を鉄製のレトルト内で混合して加熱し、還元していた金属を、酸素や水分との反応を避けるためにオイルへ直接蒸留するという方法で、結構強引な方法であるものの、得られた金属ルビジウムは融点が 38.5 度と、現在知られているルビジウムの融点である 38.89 度と非常に近い値を示しており、十分に高純度であることがわかるよ。アルカリ金属ということは反応性も高いもんね。よく単理できたね。単体のルビジウムは柔らかい銀白色の金属で、他のアルカリ金属と同様に空気中で容易に酸化され、水とも激しく反応するよ。これだけ聞くとナトリウムやカリウムと同じアルカリ金属だしなくらいにしか思わないかもしれないけど、ルビジウムの反応性はナトリウムやカリウムよりも一層高く、この動画の通り、鉱油から取り出した金属ルビジウムは表面が酸化していき、その熱で融解し、激しく燃焼するよ。単体ですでに完成された兵器感があるね。ちょっと教科書的な話をすると、ルビジウムの第一イオン化エネルギーはセシウムに次いで、低く、全元素の中でも最も反応性の高い元素の部類に入るよ。反応性の高い元素は花があるよね。その割にルビジウムはあまり有名じゃない気がするけど。有名じゃない理由の一つに、ルビジウムの生産が難しいことが挙げられるよ。ルビジウムはそれを主成分とする鉱物が存在しないため、リチアウンモからリチウムを得る際や、ポルックス石からセシウムを取り出す際の複製生物として生産されるよ。ただ、その需要はあまりにも小さく、ナミビア、ジンバブエ、オーストラリアなどの国で生産がされていたものの順次生産を停止しており、2023年時点では中国以外の国では生産が行われていないよ。需要の先細り感が半端ないな。ただ、ルビジウムの希薄中の濃度は 0.03% ほどと意外と高く、銅やクロムと同程度には存在してはいるんだけど、
鉱物などに濃縮されず、天然に高濃度で存在しないため生成して工業利用するハードルが高いよ。光線水にも入っているくらいだもんね。ありふれた元素ではあるんだよね。そんなルビジウムにはもちろん用途があるんだけど、マイナーすぎるのか特殊すぎるのか、情報が少ない印象を受けたよ。そもそも使われているのか、この元素？使われているよ。びっくりするくらいマイナーな使われ方しかしていないけどね。例えば炭酸ルビジウムなどが特殊ガラスの添加剤に使われるとか、硝酸ルビジウムが炎色反応試薬として花火に使われるなどが用途として知られているよ。ただ、花火の原料はともかく、ルビジウムを添加したガラスの方はどういう目的で添加され、どういう用途で使用され、どこの会社が製造販売しているかなど、あまり詳しくはわからなかったよ。裏を返せばルビジウムを添加したガラスというのは、それだけのマイナー用途で、使用量もほとんどなく、受注生産されるだけで定常的に生産されるようなものではないのだと推測できるよ。それは使われていると言えるのか？ゼロじゃない。他に硫酸の製造に用いられる五酸化バナジウム触媒はカリウム、セシウム、ルビジウムといった、アルカリ金属を促進剤として添加するとより低温で反応を触媒できるようになり、少量的にも使われているみたいだよ。ただ、メインで使われているのはカリウムみたいだけどね。他にも石油化学関連の固体触媒でルビジウムが成分として使われているという記述が、調べているとちらほら見られたけど、実用化されているのかも含めてあまり詳細はわからなかったよ。使われているというよりは使われていないわけではないといった方が適切な感じがするね。また、アルカリ金属であることを活かした用途としては、塩化ルビジウムが PET 用のイメージング剤として利用されているよ。放射性のルビジウム82は生体内でカリウムイオンと類似の挙動を取り、短時間の検査で明瞭なイメージング図を与えるため、冠動脈疾患の診断に利用されているよ。それに加えて、やはりイオン半径や化学的性質の類似性から、ルビジウムは土壌中での挙動、植物の根による吸収特性もカリウムと似ているため、土壌にルビジウムを注入して植物がどれくらいのルビジウムを吸収するかを調べることで、根の深さや機能についての知見を得ることができるよ。確かにこれらはルビジウムならではの用途なんだろうけど、あまりにもマイナーで使用量が少なさそう。マイナーさ加減で負けていない用途としてはルビジウムを用いた年代測定法があるよ。ルビジウムを含む鉱物などの年代測定にはルビジウムストロンチウム法という年代測定法が使用可能で、ルビジウム87はストロンチウム87へと半減期約50億年でデータ崩壊するんだけど、それらの比を調べることで鉱物が結晶化してからの時間を算出することができ、古い岩石や隕石、月の石の結晶化の年代はこの方法で決められているよ。月の石の分析にも使われるあたり信頼性が高い分析方法なんだろうけど、これもマイナー感が拭えないね。使用量がごく小ながらも、ルビジウムらしいなと思った用途は原子時計と磁力計だよ。原子時計は回転時のごとく原子を使って時間を測定する装置で、原子がその原子固有の電子軌道のエネルギー順位のエネルギー差に応じた周波数のエネルギーを吸収、放出することを利用して、原子を冷気して、それから放出されるエネルギーの周波数を時間の基準とするのが原子時計だよ。時計、と言いながらも私が知っている時計とは随分違った仕組みの時計なんだね。複雑なことはよくわからんという人向けに不正確なことを正気でかなり雑に例えると、音叉を鳴らして、その音の振動数を測定して、それを基準に1秒を計測する。というのと似たようなことを原子を使って行っているのが原子時計だよ。わかったようなわからんような。原子時計には水素、ルビジウム、セシウムなどの一族元素が使われることが多く、これは閉殻構造の外に電子が一つしかないために理論的な扱いが容易であることと、単体の融点が低いので常温で気化状態を保持しやすいことなどが理由となっているよ。ルビジウムが使われる原子時計はガスセル式のものが主で、気体のルビジウムの入ったガラス製のセルを透過した光源からの光を検出することで、時間を測定しており、GPS 衛星に搭載されているよ。また、最近は小型化の研究もされていて将来的にはスマホのような日常的なデバイスにも、搭載されるようになるかもしれないよ。原子時計搭載とか宣伝されたらよくわからなくてもかっこよくて買う自信がある。なお余談だけど、現在の1秒の定義にはセシウムの原子時計が使われていて、
セシウムの共鳴周波数での振動が919,263,1770回起きる時間が1秒と定義されているよ。誤差は3000万年に1秒と言われているよ。正確性の品質が過剰すぎる。もう一つの磁力計というのも、より詳しく話すなら光ポンピング磁力計と呼ばれるタイプのもので、ルビジウムやセシウムといったアルカリ金属の蒸気が封入されたガラスセルへレーザーを透過させると、外部磁場に応じてアルカリ金属原子のスピンの仕方が変わり、レーザーの吸収率が変化するので、それを測定することで磁力を測定するよ。なんかどことなく原子時計と似た仕組みに聞こえる。そんなわけで以上がルビジウムの化学小話だったよ。生物学的用途なし、鉱物になるわけでもない、商用用途も非常にマイナーなものを除けばない。これはどうあがいてもマイナー元素だね。他にも1とかに色々用途が書いてあるけど、どれくらいメジャーなものかはうつ主には判断つかなかったから保留。ルビジウム有識者の人がいたらぜひともコメントいただきたいよ。いるかな、有識者。それでは、今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。